はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。2月の6日月曜日でございましてですね、今日はあったかい、千代田区11度。この部屋さっきまでね暖房入れたんですけどね、で19度ぐらいですね、暖房を切りました。これからはねこうね日が照ってねポカポカっとなるんですよ。行きましょう。もう5番始まってます。日経平均ね今日上がってますけども、プラス249、ちょっと緩みましたか。ドル円 131.883、 これもちょっと緩みましたか。10年利回り 0.487 と、10時25分の数字が出てますけどね。ドルウォンですけどもね、忙しいね、ドルウォンってね。今1246。っていう感じですね。はい。ウォンはなんか知らんけど、あれですね、ちょっと円と連動してるというよりも独自に弱い感じがしますね。特に大きな動きはなさそうなんですけども、まあわからんな。ちょっと待って、こっち見よう。はい、大きな動きはなさそうですね。はいはい、行きましょう。亜州経済と言いましてですね、亜はアジアの亜ですね、漢字の。州は八重洲の洲、三髄辺ついてる州ですね。八重洲は三髄辺ついたかな、前は。お隣さんのメディアですね。これが、1月に出た記事ですね。ちょっと前ですけど、1月25日、ちょっと前ですけど、半導体景気の悪化に韓国経済赤信号、半導体輸出が 10% 減少すると経済成長率は 0.64%。ポイント下がるという記事でございまして、 0.64 で済むかなという気がしますけどね。ちょっと読んでみましょうか。韓国企業の半導体輸出鈍化が予想より大きくなる場合、韓国の国内経済成長率が 1% 前半まで下方修正される可能性があるという分析が出た。25日大韓商工会議所の SGI ブリーフ報告書によると、半導体輸出が 10% 減少すれば国内経済成長率は 0.64% ポイント、 20% 減少時には 1.27。 あ、いや、これごっついですね。でも今ね、お隣さんの半導体ってねかなり調子悪いみたいですね。この関係のニュース連日のようにですね上がってきますんでですね、お伝えしています。私全体では全然見えていないんですけど、なんか調子悪いでという話はですねいっぱい聞こえてきます。サムソンの業績であるとかですね、SK ハイニックスの業績であるとかがですね悪化しているということですね。韓国銀行は今年の経済成長率を 1.7% と予測しているが、これもですね、IMF は下げてるんですね。これ後でやろうかな。IMF はですね、お隣さんの経済成長を下げてるんです。なんでやろうと思うんですけど、IMF って別に緻密な予測をしてるわけではないんですよ。単純に各国からの出向者が、うちこれくらいにしといてとか言ったら、はーいってやっただけの話なんですけど、下げてまして、韓国銀行も下げてるのかな。大幅に下落する可能性があるという観測だ。大人さん経済ってね、まあ、モノカルチャーとまでは言いませんけども、主力はね、本当にね、5品ぐらいなんですよ。5種類ぐらいというかな。半導体、自動車、造船、あと何やったかな。あとはですね、スマホ、ほんでもう一つぐらいなんかあって、それだけなんですよ。で、それで、だから、その戦闘機っていうのが半導体なんですね。その次自動車と僕は思うんですけど、その半導体がね、くしゃっとなるとですね、お隣さん経済全体がね、はにゃっとなるわけですよ。なんで、
この後また別の話題もしますけども、どうやらですね優位性が失われてるんですね。優位性って何かというと、お隣さんで、作るあの競争力ですね、あのプロダクツの競争力、半導体の競争力が失われてるわけです。で半導体ってね、なんちゅうかね、ものすごくね、変化が激しい。もう 2,3 年前のね製品なんかもう古いんですよ。でまあもちろんそれでもね売れるんですけど、値段がこう安くなったりしますね。なんで日々この的確なですね設備投資をしてですね、先を読み読み読みってやっていかなあかんわけですね。で日本企業なんかある程度それに疲れてしまって、もうええわあるちゃうもうええねんそんなもめんどくさいことせえへんねんっていう風になってしまってるのが今の日本の半導体産業ではないかなと私は思ってるんですね。だから着実に確実に、儲かる分野しかもう生産を残していないというのが日本の半導体で、お隣さんなんかすばしこいですから、なんせまあ何でもパリルパリルの国ですから、次から次へと目まぐるしく変わる仕様を読みながら、次はこれや次はこれやってどん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 設備投資をしてやってきたんですけども、どうもですね中国勢台湾勢に抜かれた感じがしますね。なんで構造的に今ですねお隣の半導体産業弱くなってるんじゃないかなと、私のイメージはそういうふうに見えますね。韓国銀行は今年の、産業研究院によると今年の半導体輸出増加率はマイナス 9.9%、 は1割下がるとを記録すると予想される。あのねお隣さんって基本的にね上から下までね右から左までね全部ね楽観的に予想するんですよ基本的にね、基本的にみんな楽観的なんですよ。でそれがですね悲観的な予想してるということで、よほどに悲観的なんちゃうかなというふうに僕なんか思ってしまいますけどね。前年同期比半導体輸出増加率は、今年上半期マイナス 16.8% から底を記録し、下半期にもマイナス 2.2% へと低迷が続く見通しだった。まあこんなん当てになりませんけどね昨年基準で韓国全体の輸出額は6839億ドル規模であり、そんな小さいの。そのうち半導体の輸出額は、そうでしょ、1292って、まあ要は2割ぐらいは、2割弱はあるんですね。2割弱か。2割弱あるんですね。全体産業で半導体輸出が占める割合は、2010年 10.9% から昨年 18.9% ですね、2割弱に増加したわけですね。あの、なんというかこう、むちゃくちゃ強い分野ってないんですよね、お隣さんって、いつもいつも。特に報告書では国内半導体産業の低迷による民間投資の縮小を懸念した。国内全産業対比半導体の設備投資比重は2010年 14.1% から2020年 24.7% まで急増した状況だと。まあそんな感じですね。そうでなくてもですね、お隣さん経済全体的にやばいでという状況になってきています。全体的にやばという感じになってきてますんで、本当に今年はパリンが5割以上あるんちゃうかな、55対45ぐらいかな今の僕の感覚で。パリンしそうですよ、パリンパリンパリンと来そうです。それを願ってるわけではないですけどね、この前ライブやっててね、お隣さん経済がパリにしたら日本の経済に影響ありますかってこう聞かれたんですけど、僕はないと思います。なぜそう言えるかっていうと、1997年も2008年もそうだったんですけど、もうあのね散々日本企業で痛い目に遭ってるんですよね、お隣さん進出して。だから今ほとんどアセットないんですよ、もう形式ぐらい、ですね、アセットないんで、そのお隣さんがパリにしてもそんなに影響ない。つまり GDP に 0.01ポイントも影響あるのかなっていう感じですね。それくらいデカップリングが進んでしまった。なぜ進んだかっ
ちょっと、あいつらがですね、わけわからんことばっかし、仕掛けてくるし、言うてくるしですね、約束守らへんし、勝手に盗んでいくしと、そういうのに嫌気をさせた日本企業はどんどんデカップリングしたという現状ですね。だから別にね、パリンパリンとなってもうと思うやつに全然取ってことないんですよ。はい。ということで、この亜州経済のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。